FMR シリーズ、FMR シリーズ、FMR シリーズは、富士通が販売していた独自仕様のビジネス向け、パーソナルコンピューター、パソコンのシリーズ名である。1987年2月に発売開始、同社が販売していた、FM-16 ベータの後継機にあたり、富士通のビジネス向けパソコンの主力を担った。複数のパーテーションへ異なる OS をインストールでき、 マルチブートも可能であり、また、スカジー接続した HDD 管の任意のパーテーションの複製を簡単に行うことができた。1993年に DOS-V を採用した p c a t 互換機 FMV シリーズが登場して、ラインナップの縮小が始まり、1995年に Windows 95が出るまで、最終機種は1998年4月発売の、 fmr-280a4 L4 fmr-250L 販売された。アーキテクチャは fm-16β から引き続き x86k CPU を採用し、オペレーティングシステム OS は MS-DOS 系を標準採用。MS-DOS のメモリ空間は多機種の 640KB より若干多い 768KB を連続して保できた。 全機種 FM-16 ベータは当初 CP-M-86 を標準 OS としたためソフトウェアの品揃えに恵まれなかった。その後 MS-DOS も発売されている。他に OS に Microsoft Windows 3X などが動作した FMR-282 は Windows 95も移植された。同社のワープロ専用機。 オシスシリーズで実績のあるかな漢字変換機能多くを全シリーズで採用。ソフトウェア開発支援を行うなどラインナップの充実を図り、ビジネス向けの国産16ビットパソコンとしては検討した。最終的に日本電機 NEC の PC-9800 シリーズの地位を揺るがすほどではなかったものの、イコール NEC のイメージが強い日本の観光。 特に国公立の教育機関に一定のシェアを確保していた、教育市場向けのモデルも発売されていた。また同社大型汎用機やスーパーコンピュータの端末 F6685 巻エミュレータ端末としてなりの数が納品された。また、今はなきチケットセゾンでは、店頭設置端末として使われていた。その他の使用例として、 全銀鏡プロトコル対応のファームバンキング端末やファミリーコンピューの開発機としても使用されていた。松下電機のパネコム M シリーズは本機の OEM。各シリーズ間の互換性はハードウェアではなく OS のシステムコールフビスによって吸収できるようになっていた。一部機種については松下電機、原パナソニックへ OEM された。 液晶ディスプレイ一体型の小スペースデスクトップの系列64400 40ドットモノクロに会長の表示性能を基本とする FMR-30BX 以降はキーボードの一体化収納が可能な構造となりキャリングハンドル移動用の取っ手がついていたがデスクからデスクへの移動といった目的のためのものでありバッテリーかけるが可能な機種は存在しない 64400 40ドットのグラフィック表示機能を持つ FMR シリーズの中核となる系列。当初のデスクトップからラップトップ機やアの音機、派生系である長軽量の音 FMR カード系が発売された他、コンシューマー市場向けのマルチメディアパソコン FM タウンズシリーズもテキトベレム等をソフトウェアでエミュレーションするという形で本系列との互換性を持っていた。 ノートブック型の台頭により比較的短命であったが、デスクトップ型 FMR シリーズより小型化された拡張カード規格は、ノートブック機の i、大拡張ユニットや汎用拡張スロットを持つ FM タウンズシリーズにも継承された、FM タウンズでは純正オプションの LT カード接続アダプタ経由。液晶ディスプレイ一体型の小スペース、下半型デスクトップ機で、 液晶ディスプレイ全面にキーボードの収納が可能な箱型筐体を持つ。拡張カード類はラップトップ機と共通。同時期の他社のノートブックパソコンではフロッピーディスクドライブ、FDD1 機と f d d 互換のラムディスクによるにドライブ運用が一般的であったが、本系列ではそれに加えて IC カードスロットも装備しており、ROM カードによって供給される。 アプリケーションソフトを使用すれば、フロッピーディスク2台で運用しにくい大規模なアプリケーションソフトでも実用的に使用することができた。ジスと親指シフトキーボードの2タイプあり、本体内蔵で後から取り替えはできない。112750ドットのグラフィック解像度を持つハイレゾリューション機の系列。文字キャラクターが2424 24ドットで構成されるため、 当時は24ドット機とも呼ばれた。そのままでは FMR-50 系との互換性を持たないが、オプションの16ドット表示カードを搭載することにより、FMR-50 系列との互換性を持つことができるようになっていた。FMR-50 系列が CPU が変更されてもシリーズ名を踏襲していたのと対照的に、本系列では、 基本アーキテクチャは同一ながらも CPU が8386、8486と変更されるたびに FMR-60、70、80とシリーズ名変更された。質量 990g、厚さ 26.5mm、単三乾電池2本での長時間駆動を実現した a 4ジャストサイズのノート PC で、 80C286 を搭載する MSDOS 機として当時としては画期的であった。基本的に FMR-50 系と互換がある。次期記録メディアは内蔵されていないが MSDOS や漢字変換辞書といった基本動作に必要なソフトウェアは本体の ROM に搭載されていた。加えて商量ながら不発性ラムディスク領域があり、本体のみで 感受変換の学習内容なども保持することが可能。外部記憶媒体としては、G がバージョン4準拠の IC カードスロットを2機搭載しており、f m o s ィス、MSWORKS、統合オフィスソフト、MSQUICK b a s i c m s q u i c k c 統合開発環境、j u s t システムシンフォニー、統合オフィスソフト、ローチュス1から2から3プラス4ワード、表計算などの主要。 アプリケーションソフトが同規格のロムカードで提供された。書き換え可能な媒体としては同規格の SRM カードに対応。フラッシュメモリーには対応していない。グラフィックス表示機能に関しては FMR-50 シリーズが4096色中16色表示が可能であるのに対し本系列はベレムを1プレーン分しか持たず、 性能上はモノクロに階調表示だが BIOS 等でハードウェアの際を吸収することによって FMR-50 シリーズとのソフトウェア互換性を実現していた。内蔵ディスプレイは反射型 STN 液晶で FMR-50 シリーズと同じく解像度は64400 40ドット。 インターフェース類は IC カードスロット2機と RS-232C1 ポート、拡張 IO1 ポート、DC 入力のみだが、拡張装置として FMR-50LTK のオプションカードを使用できる拡張ボックス、末置き型、ザリンク、イーサネットアダプター、2MB 増設メモリー、モデム、増設電池ボックス、以上外付け一体型等が用意され、 過半性は損なうものの、通常のパソコンとしての利用にも十分な機能の拡張可能であった。FMR-50 系列に Windows 対応強化としてグラフィックアクセラリエーターを搭載した系列。FMR-250 系同様、FMR-60,70,80 系列にグラフィックアクセラリエーターを搭載した系列。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。